越後国越軍の内長岡城の図貧後国の内見原木所絵図秋国広島木所絵図、昭法城絵図作成基準昭法城絵図は17世紀半ばに徳川幕府が各地の城持大名に命じて提出させた統一的な描写の城絵図である。昭法元年12月、徳川家光は全国の大名に対して国絵図、校長と共に城絵図の作成を命じた。 提出期限を示さなかったため実際の提出年は、まちまちだが、4から5年のうちに提出されたと考えられている。城郭を中心とした軍事施設を主題とした主題図であり、記される文言は原則として、軍事上重要な事柄に限られる。提出された絵図は、江戸城内の紅葉山文庫に収められた。文化年間に、幕府書物奉行であった。 近藤忠た祭の記録には157点の昇法上絵図があったことが記され、これが提出の総数であった可能性が指摘されている。幕府は昇法上絵図以降、改めて大名に白絵図を一斉に提出させることはなかったが、反側の判断で原独国絵図作成の一環として、旧知絵図、上化図を作成した例もある。 昭法上絵図の提出は、城の軍事性を完全に幕府が把握するということを通じて、徳川幕府の絶対的な権威を諸大名にはっきり認識させる意味を持っていた。伝尊する昭法上絵図の体裁は折り下手層で、一条を一、式に収め、寸法は、東西、南北とも、三から四メートルほどである。漁師には、厚手の間、似合い紙を用い、大半は、 着色が施されている。折りたたんだ、際の下台には原則として、上名、上主名等が、その髪型には、主筆の整理番号がある。また、内台には、両国名、上名、藩主名を書き込んだものが多い。なお、提出年が記されるのは、徳島城のみである。商法上絵図の表記の基準については、幕府から大名に文書によって通達された。 佐賀藩側の記録をまとめると次のようになる。現在、紅葉山文庫の文書、絵図を受け継いだ、国立公文書館内閣文庫に伝存する、商法上絵図は63点である。すべてが1986年、国の重要文化財に指定された。商法上絵図の提出と同じ頃、城の概要を記した文書が、幕府に提出されたのではないか、との指摘がある。 その文書にはおよそ次のような特徴が認められるという。1代に、両性国名を添える。2代の上下国名に、合付さない。3作成者が記される場合、商法期刑案期の藩主である。4年期が記される場合、それは、商法3年刑案2年である。5代、または本文に、平城、平山城、山城の別を明示する。 六大名の巨城である上閣及び総構えを取り上げている。七天守の有無を明確にし、かつ天守がある場合はその概略を記す。八絵図を伴わない完全な文字資料である。九上閣の防御施設について、その位置を方位角等で示し、規模をまかずで表す。十記されるまかずが、商法上絵図のものとよく一致し、関連が認められる。商法上絵図が、 大名の居城、あるいは村地を認められた丹城を対象としたのに対し、それ以外の城、すなわち一国一条例で破却されるなどした城について詳細に記したのが道町である。道町は、小法上絵図とほぼ同じ頃、幕府が諸大名に命じて、両政国単位で作らせたもので、道筋宿駅間の離程、交通難所、船地の離数などに加え、 古城についての詳細な記載が求められていた。例えば、道の区国南部領道町では、古城の周囲の地理的環境、各車の規模、形状、車同士の位置関係、堀の長さ、深さ、幅、井戸の数、総構えの規模などを細かに書き上げている。東海道の城持大名に対しては、商法上絵図に加え、城の木型の提出が命じられた。 山賀祖皇、年俸商法四年城には、今年将軍家、北条市長に明治城の貴家たちを上乱せんとす。これによりて、ようこり質にかかるといえども、市長よを招きて断ず、目録は用して、これをかかしむ。とあり、商法四年に三大将軍家光が城の貴家たちを上乱し、山賀祖皇が、目録の作成に当たった可能性を示唆する。幕府に提出された,たちは、 かなりの年数を経て損壊。原文2年7月5日に焼却処分され、現存していない。ありがとうございます。